はい、皆さんこんにちは、品川です。本日も長崎の古いお家をリノベーションした物件のルームツアーにやってきました。今回は長崎市西小島という斜面地に来ております。もう少し残ったところにお家があるということで、早速行ってみようと思います。こんにちは。今回もご案内いただく明星興産の桃田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回のお家はこちら、はい、こちらです。よ、西小島にある2階建てのお家ということで、はい、広そうですね。そうですね、なかなかいいと思います。では早速なんかご案内いただいてもいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。どんどん入りください。お邪魔します。はい、よ、じゃあ手前の部屋から。はい、お願いします。こちらよろしいですか。はい、こちらお部屋です。手前の部屋、洋室です。あ、外から見えしたところのお部屋ですね。そうですね、外、そうです、外見えます。ここは大きさとしては何畳ぐらいの。ここは洋室 4.5 畳になります。はい、はい、ここはもうあれですね、なんといっても景色が。そうです、景色ですね、眺めが。僕移住してびっくりしたんですけど、はい、今カメラ正面にお墓が、はい、あ、お墓ですね、そうです。長崎あるあるなんですけどね、はい、はい、斜面地にお墓がある。斜面地に、そうです、登ったところにお墓がある。で、長崎の人はお墓は特に暗いとか怖いっていうイメージが、はいはい、全然イメージないですね。はい、最初聞いた時びっくりしてで、夏とかお盆の時とそこで花火するじゃないですか、長崎は、うん、なんか遊んだり花火する場所っていうのが今回のお家はお部屋もいっぱいあるんで、はいはい、お部屋あります、はい、結構家族連れとか。そうですね、ご家族の方が、はい、住みやすいかと思います。じゃあこちらのお部屋は、そうですね、子供さんのお部屋とかどうですかね。お子さん部屋で、はい、じゃあ奥に。奥、はい、お願いします。失礼します。はい、右から行きましょうか。右から行きますか。お邪魔します。はい、リビングです。 LDK ですね、さっきのお部屋の隣のお部屋です。そうです、隣のお部屋になります。奥の方がキッチン。奥のキッチンです。そうなんです、キッチン。ちょっとまだコンロが入ってないですけど、水回りがね、綺麗ですね。はい、水回り綺麗です。窓もついて、風も入って。このキッチンですごい今いいなと思ったのが、はい、この外から入る木漏れ日の感じがいいですね。眩しくも綺麗で、今、桃田さんが収まってたところにここに冷蔵庫も入る。ここ冷蔵庫で、はい、こういうちゃんとコンセントついてます。あ、なるほどなるほど、はい、ここに冷蔵庫が入って冷蔵庫行きます。で、手前のこちらで、はい、こちらで、作業台、ここコンセントついてるので電子レンジとか置いてもらって。あ、確かにレンジとか置く感じですね、はい、そうです、はい。で、まあ、下もあるので、まあ、ゴミ箱置いたりとかして。あ、なるほど、使いますね。あと上にもなんか置けるので、なんか置いてもらって、キッチンから振り返るとリビングが見えると、はい、上にスペースが空いてるのは、上にスペースが空いてるのは、まあ、あの空調関係もあるんですけど、はい、ここはあのそこの、掃除の上にエアコンがつけてるようになってるんですけど。あ、上にエアコンがつくんですね、はい、そこにつけていただくと、先ほどご紹介した 4.5 畳のお部屋も一緒に空調が効くと。あと、まあ、空間的なところで壁を塞いでしまうとちょっと圧迫感が出てしまうので、はい、まあ、あの圧迫感を感じないようにここで上げています。確かに外からの光が入って、入ってきますね、いい感じですね、はい、では、はい、次こちらですね。こちらもコンパクトなお部屋が、お部屋で採用しております。ここが物置。そうですね、物置、はい、ここクローゼットになります。クローゼット、はい、よく分けます。こう、はい、入れていただいても大丈夫ですけど、入れていただいても大丈夫ですけど、ちょっとまだいろいろ僕のリュックとカメラが隠されてリュックが隠されてますあとは上に洋服がけ、はい、洋服になります。で、この上は荷物がまたね、置ける感じですね。はい、荷物置けます。あ、すごい、1階でもかなり風通りがいいですね。そうですね、風入りますね、うん、そろそろと、はい、よいしょ。静かですね、しかもかなり静かですね、そういえば、うん、静かです。こちらが水回り。あ、水回りを今から洗面台と見ていきます。はい、洗面台、洗面台です。そして
お風呂が、はい、水回り、はい、新品で、新品です、ピカピカでございます、はい、よっ、ライトが可愛いですね。ライトちょっと可愛いです。玄関のこれも今気づきました。可愛いですね。あ、お手洗いは玄関のすぐ入って、そうです、こちらになります。こんな感じで、はい、こんな感じのお手洗いです、はい、ここに物置あるの、キルキル、あ、物置、あ、じゃあここでトイレットペーパーとか、そうです、掃除を、はい、あ、結構広い、あれですね、階段下の物置、階段、はい、階段下物置です。ここにじゃあいろんなものを、お掃除用品、はい、トイレットペーパー、はい、もろもろ、これ、これなんですか、これ、ティスリーナーな、あら、こういう、そうそうそう、そんな感じでしょうね。まあ、あえてですね、こういうのつけるの好きなんですけど、もともとついてたのか、いや、これもともとついてたのかな、もともとのやつですかね、うん、いや、これもともとだと思います。確かになんかこう、掴んで、どっこいしょって立ち上がったりするそうです、ね、多分そういう系でしょうね。では、はい、次2階になります。2階に上がってきます、はい。ちなみに今階段登って気づいたんですけど、はい、ちゃんと手すりが、あ、はい、新しい、そうですね、手すり完備されてる、手すり、はい、ちょっとやっぱり階段は気になる、手すり正面の部屋からいいですか、はい、ここは和室ですが、はい、少しの手間、畳が入るんですけど今から畳が、はい、畳入ります、ちゃんと入ります、畳入る前のレアな映像をお届けします。リノベーションする空き家、畳が入るのはこんな感じだそうです。こんなにがっつり撮って大丈夫かなで、よっ、押し入れ、押し入れです。開けてもいいですか、なんか入ってますか、何も入ってる、入ってない、入ってない、ここ何も入ってない、これ多分当時のままですよね、当時のままですね、レトロな感じで、そうです、昭和レトロな感じになります。この部屋入ってすぐ思ったんですけど、はい、かなり風通しがいいですね、いいですね、うん、そうよそうよそうよ、風が、高台の方ですかね、あーでしょうね、はい、高台が、うん、さつめさんともそんなね、上の方まで歩いてて、うん、あの隣同士なんで、いやー、なってきます、こんな感じの景色、あの正面の山、稲佐山ですか、稲佐山です、夜景で有名な、はい、おなじみの稲佐山の名所、こちらも、はい、山、おお、ここまで山が見えるかどうかあんまないかもしれない、すごい、こう、いや景色が、夜も楽しみですね、いいですね。では2階はもう一部屋、はい、はい、もう一部屋あります、行きます、はい、もう一部屋は洋室 4.5 畳、はい、あ、ここもすごい明るいですね、明るいですね、こんな感じの部屋、はい、今開けてみました、お、ここはなんかベランダみたいな、ここベランダですね、はい、よ、あ、すごい、あ、これあれですか、洗濯物干せたり、じゃあもう干せます、ここめっちゃ日当たり、お、めあってめっちゃ日当たりいいな、あ、いいですね、正面に多分、あ、太陽が昇っております、南西、あ、日当たりいいな、はい、ちなみにこのお家は築何年ぐらいの、はい、築はですね、ここ昭和、昭和に建って築41年、あ、築41年、はい、になります、昭和56年くらいですか、このお家はなんか明星興産さんがリノベーションするまでは、はい、どういう経緯で、弊社のお客さんからのご相談だったんですけど、まあ、娘さんですよね、まあ、お母様が亡くなられたのでということで、この家を売ってほしいというご相談が最初あって、売りに出してたんですけど、なかなかそれが決まらず、まあ、弊社で買い取りをさせていただいてリノベをして、また売りに出すの再販ですねっていう経緯になりますね、はい、じゃああれですね、昔住んでた実家をどうしようかみたいな、はい、あ、そうですね、多分そういうことだと思います、あ、結構そういうご相談はいただきますね、うん、ご家族さん皆さんお家出られて、まあ、いつか戻ってくるだろうと思って家を残したけど、結局誰も戻ってこないからってことでっていうのは結構多々あるパターンですね、そういえばもう一回外を見に行ってもいいですか、あ、いいですよ、いいですよ、はい、
階段を下って、はい、外のエントランスのところをもう一回見に行きます。あ、桃田さん、はい、ここでちょっとした家庭菜園できる感じですか？いいと思いますよ。家庭菜園ってか、お花植えたり、お花植えたり、そうですね。でもプランターを置けるからいいかもですね。ちょっとね、ここで話をしたり、うん、いいですね。いい感じですね。家庭菜園ですね。この、はい、ここですか、くぼみ、はい、よ、このスペースですね。わざわざ、わざわざっていうほどではないです。新しく作りました。こちらのスペースは、はい、バイクを置くスペースになります。おー、バイク置き場、バイク置き場です。いやー、これめちゃくちゃ大事ですからね。大事です、本当に大事ですね。あるのとないのでも全然、どうにかここバイク通って、うん、バイクならここまで来れますもんね。はい、来れますね。なんでバイク原付きで移動するか、はい、あとは近くにバス停があるんで、今日僕バスでここまで来ましたけど、はい、なんでそういうのを駆使すると斜面地でもかなりアクセス良さげな、はいはい、暮らしやすい感じですね、はい、このお家外観がやっぱりすごいいいですよね、はい、かわいいですよね、この外観。これ外観の塗装とかも新しく、はい、白とか、外観新しくしました。はい、そうなんですよ。外観はですね、すごいなんか色合いが、はい、アイボリー、そうそう、アイボリーのいい感じの色と濃い茶色の塩梅バランス、はいはい、すごいいい感じですね。なんか中すごい楽しそうな明るい家庭が営まれてそうな雰囲気がある。いや、よかったです。では桃田さん、はい、今お家1階と2階と外ぐるっと巡ってきたんですけど、はい、今回巡ってみて一つ気づいたのが、はいはい、明星光さんさんおなじみの、はい、あの昔ながらのステッカーとか、はい、あえて残すアイテムが意外と今回少なかったですね。そうです、今回少なかったように思います。はい、はい、多分なかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱ住まれてる方のこう、はいはい、なんていうんですかね、特徴というか、はい、そういうご家庭だったのかなっていうのは印象はありますね。昔住まれてた方のじゃあお家の個性がそのまま残っているような、そうですね、はい、お家の個性、はい、じゃないかなと思います。ステッカーただ残してると思う。明星光さんさんステッカー残しますもんね。残します。こういうのも残すのっていうのも残します。かなりあれですね、綺麗に、はい、使って、はい、そうですね。それが今回巡ってみてて面白かったです。はい、はい、そうですね。前の人のこう個性もこうちょっと感じつつ、はい、でも新しくなった家って感じですね。はい、面白かったです。はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにぐるっと巡ってみたんですけど、はいはい、あえてこの物件に住むにあたっての、はい、なんか注意点とかってあったりされますか？そうですね、注意点、そうですね、ここはですね、前の住んでる方の時からもそうなんですけど、住民、当時の住民の方々の沿い側は下水道工事ができてないんですね。ほうほうほう、はい、そのため、まあ、水、トイレがですね、水洗ではないっていうところですかね。はい、そこが気になる方は、そうですね、気になる方も、まあ、今水洗が多いじゃないですか、もちろん下水道通ってですね、なのでそこはちょっと気になる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。内覧の時とか見ていただければ、ね、そうですね、はい、見ていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。毎回これ聞いてる質問なんですけど、明星光さんが、はい、古いお家とか民家のリノベーションに力を入れられている理由は何ですか？はい、そうですね、まあ、もったいないっていうのが一つですよね。こんだけまだ使えるお家を使えなくするのはもったいないっていうところで、まあ、そういう取り組みですよね。で、まあ、持続的な社会っていうところで、小さな今の子どもさんたちとかにそういう社会を築けていけたらなっていう取り組みで行っております。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に僕も古いお家とか古民家とかをこうすぐに壊して新築にするよりも、そういう古さならではのこう良さとか魅力を活用したり残したりして循環していくのめちゃくちゃ大事だなと。そうです、はい、ヨーロッパとかではですね、もうよくやられてるところですし、うん、いや全然日本でもできるよっていうところを、はい、感じていただければなと思います。ちょっとリノベしたら全然住めますね。全然住めます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回このお家は売買、はい、そうです、売買です。今後売りに、はい、出していきます。じゃあ詳細は動画の、そうですね、概要欄、はい、概要欄を入れていただければアットホームに、そうです、アットホームに掲載されます。はい、わかりました。今後、はい、掲載していきます。じゃあ下の概要欄から最新情報をまたチェックしてください。よろしくお願いします。
あとこの動画見てる方で、はい、今空き家持ってて困ってるとか、はい、もしくはお家探してるみたいな方がいたら、はい、三井幸さんにご相談してもいいですか。全然お待ちしております。はい、じゃあご連絡お待ちします。ご連絡お待ちしております。あの使える時に、使えなくなる前にどうぞご相談ください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそちらも下の概要欄からよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は西小島の古いお家をリノベーションした物件のルームツアーをお届けしました。いかがだったでしょうか。何か感想やコメントがある方は下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると励みになります。あと明星コンサーさんの詳細は概要欄にこちらも書いてありますのでチェックしてみてください。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。